お前一体何者だ？何の仕事してんだよ。無職よ、今はね。前はセキュリティソフトの会社に勤めてたんだけど、辞めたの。どうして？ん？まあ、ちょっとね。あ、そうか。で、今は何をしてるんだ？ブルートフォースアタックの準備。ブルート、なんだって？ブルートフォースアタック、総当たり攻撃のこと。暗号を解読するための最も確実で最も面倒な手段。想定されうる文字列の組み合わせを全て確かめていく。そんな。考えただけでも気が遠くなるような作業、それを自動で行ってくれるプログラムを組んでいるのよ。まあ、あまりエレガントなやり方とは言えないけど、この環境じゃ仕方ないわよね。ところで、さっきの話だけど。さっきの話？ワイヤレスディスプレイの話。これってよく考えてみると、やっぱり不思議よね。ん？ああ、なんて説明すればいいんだろう。例えば今、足し算を実行するプログラムを書くとするじゃない？で、1たす1イコールと入力する。すると画面には、答えである2という数字が表示されることに。ほら、不思議だ。不思議じゃない？あんまり。だけど、大昔の人だったらそう思うわよね。ん？わからないかな。1たす1の計算をしたのは誰？コンピューターの本体だろ？さっき無線でつながってるって。でも、大昔の人だったらそうは思わないわよね。
多分このモニター自身が計算をしてるんだってそう思うはず。で、彼らは検証を始めてみるわけよ。モニターの表面をペン先でつついたりして、ここを押すとこんな風に色が変わるのか。次に中の基板をうりうりといじくって、なるほど、ここの配線がこの出力と関係してるんだな。最後にはこの配線をブチッと切断してみたりとかもして、やっぱりそうだ、配線を切断したら結果が出力されなくなった。ゆえに計算をしているのはこのモニター自身なのだ。本当は純平くんの言った通り、コンピューターの本体が計算してるのにね。でも大昔の人たちはそのことに気づかない。まさか無線でつながってるとは思いもよらないから。それで結局何が言いたいんだお前は。別に何も、ただもし人間と脳の関係も同じなのかもしれないってそう思ったから。は？例えば人間の脳のいろんな場所に電極を刺すとするじゃない。その時研究者はこんな風に言うかもしれない。ここを刺激するとこんな風に色が見えるのか。なるほど、ここの神経回路は A という機能を司ってるんだな。よし、試しにこの部分を切除してみよう。やっぱりそうだ、この部分を切除したら A という機能が失われた。ゆえに人間の思考活動は脳によって行われているのだね。同じでしょ。人間の脳はただの出力装置、モニターなのかもしれないわ。思考活動を行っているのはどこか別の場所にある本体で、ただ私たちはそれを知らないだけなのかも。考えもしないのよ。大昔の人たちが電波の存在を知らなかったと同じように、私たちも思考の情報を運ぶ未知の媒体が存在するなんて思いもよらないから。もしかしたらセブンの記憶障害もそういうことなのかもしれないわ。記憶はどこか別の場所にある本体の方に格納されていて、本当は何も忘れてなんかいないのかもしれない。ただ脳というモニターに障害があるからうまく思い出せないだけで、失語症や孟子の人も同じ。本当は喋れるのかもしれない、本当は見えてるのかもしれない、ただモニターの調子が悪いだけでね。あとはそう、総合失認症の人だってそうかもしれないし。あ、ちょっと待て、総合失認症？知らないの？総合失認症。
初めて聞いた言葉だ。なんだよそれ。簡単に言うと、人間の顔を識別することができない症状のこと。あの人とこの人の顔を区別することができないの。当然顔を覚えることもできない。だから道でばったり知り合いに出会っても、その人が誰なのかわからないのよ。と言っても大抵は声や服装で判別できるみたいだけどね。それって人間の顔が全部のっぺらぼうみたいに見えるってことか？そういうのとはちょっと違うみたいよ。例えば猿山の猿を考えてみて。私たちにはどの猿も同じ顔してるように見えるでしょ？別にのっぺらぼうに見えるわけじゃないけど、それでも一頭一頭区別することはできないはず。長年付き合っている飼育員なら見分けることはできるのにね。まあ要するにそういうこと。相貌失認症か。そんな症状があったとはな。んで、何の話だったっけ？脳はただのモニターなのかもしれないって話。それって本気で言ってるのか？まさか。半分は冗談よ。残りの半分は？そうね、下段かしら。寒いな。とにかくただのヨタ話みたいなものだから真に受けないでね。ちょっと思いついたから退屈しのぎに行ってみただけ。でももう話す必要はなくなったわ。どうして？退屈じゃなくなったからよ。完成したのか？そのブルートなんとかってやつ。ねえ、ほら結果が出るわよ。楽勝ね。画面が切り替わったが、なんだこりゃ。さあね、パズルのように見えるけど。え、解いてくれないのかよ。仕方がないじゃない、プログラムが組めないんだもの。キーボードを叩いても。ほらね、何の反応もなし。こうなったら私にはどうすることもできないわ。というわけだから、一つ聞きたいことがあって。あ？純平、さっきお兄ちゃんと一緒に五の扉に入ったでしょ。その時何か気になること言ってなかった？え？
そうだな。すまん、四つ葉。特に思い当たることはないよ。あ、ただ、人並み外れた聴覚を持ってる、とかなんとかって。そんな話ぐらいしか。そう。あ、ちょっと待ってくれ。お？こんなこと聞いていいのかどうかわからないが。もしも差し障りなかったら、教えてくれないか？ニルスは、その、生まれつき、目のこと？ああ、そうだ。ううん、生まれつきじゃないよ。お兄ちゃん、小さい頃事故に遭って。交通事故。それで、視力を失っちゃったの。左腕も、その時に。左腕？うん。お兄ちゃんの左腕は、普通の人とは違うの。人工的に作られたものなんだ。事故の時に大怪我を負って、そうしなきゃならなくなって。もういい？すまなかったな。辛いことを思い出させてしまって。ううん。
どうやら木箱は下まで降りたようだな。倉庫か。Oh!
写真のついたカードは紫。おい、大丈夫か？すまん、紫が倒れたみたいだ。ちょっと様子を見てくる。箱のことは頼んだぞ。え？この9枚のカードを箱のスロットに差し込んでくれればそれでいい。じゃあ頼んだぞ。大丈夫か？どうしたんだ？あ、おい、起きられるのか？あ、すみません。大丈夫です。ちょっとつまずいただけですから。嘘つけ！本当ですって。そこに転がってた箱に足を取られて。いいから見せてみろ。あ、まだ熱があるじゃないか。俺も倒れたところを見てたが、確かにつまずいただけだったみたいだぜ。まあその程度で倒れるようじゃ、まだまだ完全に回復したとは言えないんだろうけどな。とにかく一刻も早くここを出て病院に行かないとな。そんな、病院なんて大げさですよ。薬を飲んでたっぷり眠ればあっという間にケロッと治っちゃうと思います。薬か。外部への連絡手段さえありゃ一宮がすぐにでも手配してくれるんだろうが。一宮が？どうして？あ？知らないのか？あいつ製薬会社の社長なんだぜ。会社の名前はクレイドル製薬。マンドレインとかいう麻酔薬を主力商品にしてるらしい。マンドレイン？マンドレインって、どこかで聞いたような。マンドレインってのはな、正気ガスと同じく常温で気体の麻酔薬だ。導入までの時間は数秒と短く、ごく微量で効果を発揮するらしい。そんな便利なもんだから、世界各地の警察や軍で麻酔弾として採用されるようになったんだとか。籠城した犯人や敵兵、テロリストなどを無傷のまま制圧することができるからな。倫理的人道的観点から見ても極めて有用性の高い理想的な薬品ってやつだ。開発されたのは今から 6,7 年前で、ある植物の根から抽出された成分を元に生成されたらしい。それが公表されてから間もなく、たちまち世界各地の政府機関からオファーが殺到したそうだ。かくしてマンドレインの需要は飛躍的に高まり、クレイドル製薬の株価は爆発的に高騰することになったって話だ。お前、なんでそんなこと知ってるんだよ。あのおっさんから直接聞いたんだよ。一宮から？いつ？大階段にあった四の扉、その先の二等船室を探索してた時だ。お前とニルスとセブンの三人は五の扉の方に入っていっただろ？あの時だよ。何気なく職業を聞いてみたら会社を経営してるって答えたから。あとは、その流れで今の話になって。何か気になることでもあるんですか？いや、別に。何やってんだ、あいつ。紫、とにかく無理するんじゃないぞ。はい。サンタ、悪いが彼女を見ててやってくれ。俺はちょっと一宮の方に行ってくる。なんか手間取ってるみたいだからな。わかった。何やってんだよ。どうしたんだ？いや、疲れのせいか、目が霞んでしまって、
よく見えないんだよ。何が？顔写真さ。認めたくはないが、あるいは老眼のせいかもしれん。歳は取りたくないものだな。とにかく、あとは君に任せるよ。私は疲れたので、少し休ませてもらおう。疲れた？この程度のことでか。一宮は一体、何に戸惑っていたんだ？相貌失認症。簡単に言うと、人間の顔を識別することができない症状のこと。あの人とこの人の顔を区別することができない。当然、顔を覚えることもできない。だから、道でばったり知り合いに出会っても、その人が誰なのかわからないのよ。まさか、あいつは相貌失認症なのか。まあ、だからなんだというわけでもないか。さて、とにかく今はこの9つの箱をやっつけてしまわないとな。一宮のカードは1番の箱。見ておくか。シャワー室？あそこには四つ葉の兄貴がいる。もしかしたら会いに行ったのかもしれない。とにかく見るだけでも見ておこう。さあ行くぞ。よし、まだ入れるな。セブンさんのおかげですね。そう、みたいですね。しかし、ひどい匂いだな。念のため、奥の方も見てくれ。いないよな。どこにいるんだよ、お前の妹は。しかし、本当にひどいありさまだな。顔なんて原型をとどめてないし、左腕も骨が飛び出て。ん？待てよ。骨。お兄ちゃんの左腕は普通の人とは違うの。事故の時に大怪我を負って。そうだ、そうだよ。どうして今までこんな大事なことに気づかなかったんだ。あの、純平くん？すまん、待たせたな。行こう。純平！紫！一体どこに行ってたんだ！何か、あったのか？四つ葉が、死んでたんだ。一等船室の、バスルームで。
四つ葉、なぜだ、どうしてこんなこと。やつは嘘だろ。ここを出よう、紫。大丈夫か。はい。しばらく休んだ方がいい。ほら、このベッドだ。座れるか。はい。死体の第一発見者は？俺だよ。どうしてこの部屋に？決まってるだろう。四つ葉を探すためだ。すると、バスルームの中に、彼女の死体が。俺は慌てて部屋を飛び出し、みんなを呼んだ。カジノバーの脇にある階段の上、そこから声を放ってな。おい！みんな来てくれ！大変なことになった！一等選手とバスルームだ！さあ、早っ！俺はそれだけ告げて、もう一度バスルームに引き返した。一宮、サンタ、ヤシロの三人が飛び込んできたのは、それから間もなくのことだ。だが、いくら待っても、純平と紫が姿を現す気配はなかった。そこで俺は、お前ら二人を探すべく、あの階段を駆け下りていって。あとは、言わなくてもわかるだろう。セブン、一つ気になってることがあるんだが。聞いて。なんだ？お前、この部屋の探索を終えて脱出したとき、ドアの隙間に譜面のプレートを挟み込んでたよな。あれはなぜだ？どうしてあんなことを？だから言っただろ。ロックがかからないようにするためだよ。いつでもこの部屋に戻ってこれるように。って。お前まさか、俺のこと疑ってんのか？さあ、どうだろうな。返答次第によっちゃ、容疑者の最有力候補にもなりかねないぜ。ったくよ。仕方ねえ。ついてきてくれ。そこは、クローゼットか？ああ。理由はこいつにある。この金庫だ。結局、部屋から脱出するまで、俺たちはこいつを開くことができなかった。だがもしかしたら、中に何か重要なもんでも隠されてるかもしれねえだろう。そう思うと、気になって仕方がなくてな。ひょっとしたら、いつかどこかで、こいつのダイヤル番号が判明することになるかもわからねえ。そうなった時に、わざわざ表の5の扉を開くのは面倒だ。だから、出口の方の扉に譜面のプレートを。待て！ああ。まあ、開かないよな。これは？サビだ。ここにサビが落ちてるってことは、誰かがこの金庫の扉を開いたってことは。
何か手がかりはないのかよ。犯人を突き止めるための手がかりは。確か、あのドアの向こうは、9番の男の死体がある場所だったか。念のため調べておくか。なんだよこれ。匂いで頭がおかしくなりそうだ。ない。バングルがなくなってる。間違いなくメガネの脇に転がっていたはずなのに。なぜだ。どうして。あれ、純平の野郎どこ行っちまったんだ。ああ、いたいた。通路の方を調べてたのか。ああ。何か見つかったか。いや、何も。それよりも、どうしたんだ。ああ、ちょっと見てもらいたいものがあってな。見てもらいたいもの？四つ葉。なんだよ、見てもらいたいものって。もう一度、改めて四つ葉の死体を調べてみたんだ。無残なもんだった。背中から一突き、ナイフか何かで刺されたらしい。それと、こいつを見つけてな。なんだ？中はまだ見てねえ。現場保存は捜査の鉄則だからな。と言いつつ、実は一つだけ拝借させてもらったものもあったりするんだが。あ？広げるぞ。真実は去り、真実は去り、真実は去った。ああ、真実は今、ユンデの闇に眠っている。なんだ、こりゃ。暗号か？暗号か。弓を持つ方の手。左手のことだ。もしかして、ユンデの闇というのは、このバングルと何か関係があるんじゃないのか。文字盤の左右についている流水らしきものか。左右。ローマ字にするんじゃないのか。 SHINJITSU SATTA。 だからなんだって感じだな。ローマ字に変換しても暗号を解く手がかりにはならなそうだ。
にするんじゃないのか。真実は正しさ、真相という意味で解釈するなら、それを英訳したものはライトになる。一方サッタは一語で表すとすると、まず真っ先に思い浮かぶのはレフトだ。サル、リーブの過去形のレフト。当然ライト、レフトにはそれぞれ右左という意味もあるから、真実を右、サッタを左としても解釈できるな。バングルの左と右、もしかしてこの突起物か。こいつは今のは？1、4、3、8、3、4、2、1。あん？おい、なんだよ、今の数字は。1、4、3、8、3、4、2、1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 。右に1。左に4、右に ビンゴだ。やっぱりこれだったのか。こいつは何かのメモか。どれどれ。みんな、悪いがちょっと付き合ってもらえないか。付き合う？大病室に移動してもらいたいんだ。どうして？確かめておきたいことがあるんだよ。確かめるって何を？俺が思ってる人間が本当に犯人なのかどうかをだ。犯人って、お前。ああ、その通り。もしかしたら分かっちまったかもしれないんだ。誰がニルスと四つ葉を殺したのか。とにかく大病室に移動してくれ。全てはそこで話そう。5時だ。さあ時間がない。行こう。
さて、話を始める前に、一つだけ頼みがある。一宮、セブン、ヤシロ、そこのレッドに、手のひらを乗せてくれないか？ん？あん？え？どうして？シャワー室に入るのなら、向こうの数字の書かれてない扉の方から。違うんだ。中に入るわけじゃないんだよ。だから、認証を済ませたら、すぐに扉から離れてほしい。なんでだよ。いいから黙って言うことを聞いてくれ。ニルスと四つ葉を殺した犯人、知りたくないのか？わかったよ。一宮とヤシロは？いいだろう。わかったわ。もしも、この装置が手のひらを乗せて反応する装置ではなく、バングルが近づいたかで反応する装置だというのなら、直接手を触れなくても。失敗か。何がしたかったんだ？さあ。ありがとう。ご協力感謝するよ。時に一宮、一つ聞きたいことがあるんだが、いいかな？なんだね。俺が誰だか、わかるか？何を突然。いいから答えてくれ。俺は誰だ？そんなの決まってるじゃないか。純平君だよ。残念、外れた。俺は、サンタだよ。なんだと？今俺が着てるこの服はな、純平に借りたものなんだよ。で、純平が着てるのが俺の服。つまり俺たちは服を交換したってわけだ。そんなバカな！ありえない！俺はサンタじゃないと。当然じゃないか！なんでだよ。どうしてサンタじゃないって思うんだ？もしも君がサンタなら、さっきの4人では3の扉は開けないはずだ。1たす7たす8たす3イコール19。1と9を足して10。数字根は1になってしまう。にもかかわらず我々4人の認証によって3の扉は開いた。なぜか。それは君のバングルナンバーが3などではなく5だから。その通り、俺のバングルナンバーは5だ。悪いな、一宮。釜をかけさせてもらったんだよ。言うまでもなく、俺はサンタなんかじゃない。純平だ。当然のことだ。バカバカしいぐらいに当たり前の事実。ところがそのバカバカしいぐらいに当たり前の事実があんたには分からなかったらしい。俺はあんたにこう聞いたよな。どうしてサンタじゃないって思うんだ。するとあんたはこう答えた。もしも君がサンタなら3の扉は開けないはずだって。
普通ならそんなことは言わない。俺がサンタじゃないことの根拠として、まず真っ先にバングルナンバーの剣をあげたりはしないんだ。普通はこう答えるだろう。たった一言だけ、顔が違うってな。一宮、あんたは相貌失認症を患ってる。そうだろう。相貌失認症？なんだそいつは。さあな。相貌失認症っていうのは。わかったよ、認めよう。私は確かに相貌失認症だ。人間の顔を識別することができない。だからなんだと言うんだね。君は人の障害を笑って楽しいのか。勘違いしないでくれ。笑うつもりなんかさらさらない。むしろ気の毒に思うぐらいだ。だが俺の推測が正しければ、ニルスを殺した犯人は相貌失認症である可能性が高いんだよ。何が言いたい？ズバリ言おう。一宮、俺はあんたが犯人なんじゃないかってそう思ってるんだ。バカバカしい。何を根拠にそんなことを。根拠は3つある。まずは今から数時間前のことだ。この大病室にある3つの扉を前にして、あの時俺たちは議論を戦わせた。その場にいた7人全員では決して先に進むことはできない。そこで犠牲となる1人を決めるべきだと社が言い出して、あの時一宮はこう言ったよな。自分がここに残ると。どうしてそんなことを言い出したのか。簡単なことだ。一宮はシャワー室に転がっている死体を俺たちに見られたくなかったんだよ。一宮が一人でここに残れば、残った6人は必ず7か8の扉いずれかに入らざるを得なくなる。全員で先に進むとしたら3の扉、シャワー室には絶対に入れない。そのことを一宮、あんたは知ってたんだ。だから自分がここに残るなんてことを。おいおい、よしてくれ。君が私の勇敢な行為に対して嫉妬したくなる気持ちもわからないでもないが、だからといって私の美談までも貶めることはないだろう。私はただ自己犠牲の精神を持って君たちの命を救おうとしたまでだ。自己犠牲の精神ね。あんたは知ってたんじゃないのか。どの扉を通っても最終的にはこの大病室に戻ってくることになるって。何を言ってる。知ってるわけがないだろう。そうかな。そうとも。まあいいだろう。根拠はあと2つある。俺があんたを殺人犯だと考えている根拠だ。その二つ目は、さっきも言った通り、あんたが相貌失認症を患ってるからだ。人の顔を識別できないような奴は悪人に決まっているか？それは偏見というものだよ、純平君。違う。俺はそんなくだらない理由で人を疑ったりはしない。それじゃなぜ？説明の前に、一つ重要な事実を伝えておこう。
シャワー室に転がってる爆死体な。あれ、ニルスじゃないかな。なんだと？四つ葉から聞いたんだ。ニルスの左腕は人工的に作られたものらしい。ところがシャワー室の爆死体、仮に SO とでもしておこうか。その SO の左腕は間違いなく生身の人間のそれだった。故に SO はニルスではない。そんなバカな。ところで今仮に犯人が総合失認症ではなかったと仮定してみよう。その場合、犯人は SO はニルスではないということにすぐに気づいたはず。着ている服はニルスのものと同じでも顔が違うからな。一発でわかるだろう。ところがどういうわけか犯人はそいつを殺してしまった。なぜ？どうして？突如現れた見ず知らずの他人をどうしていきなり殺害する必要がある？一方、犯人が総合失認症だとすれば説明がつく。そいつは SO ニルスだと誤認し殺害に及んだ。待て、待ちたまえ。百歩譲って私がその SO とやらをニルスだと勘違いしたとしよう。だがもしも仮にそうだったとしても私には動機がない。なんで私がニルスを殺さなければならないんだ？理由は二つある。一つはニルスがあんたの過去を知っていたからだ。そのことをみんなにバラされてしまうのはまずい。いろいろと面倒なことになる。そこで口封じのためにあんたはニルスを始末することにした。二つ目、さらにニルスはあんたに対しておそらく恨みを持っていたはず。あんたはもちろんそのことを知っていた。それはあんたにとっては脅威以外の何者でもなかっただろう。いつ襲いかかって来られるかもわからない。そう思うと気が気じゃなかった。あんたは戦々恐々としていた。だから一刻も早くその脅威を払拭すべく、あんたはニルスを。なあ、ちょっと待ってくれ。一宮の過去って一体何があったんだ？どうしてニルスは一宮に対して恨みを？これだよ。なんだこの紙切れは。ノナリーゲームは今から9年前にも行われたことがある。バングルナンバー2番のものは当時のゲームにも参加している。それを画策したのはクレイドル製薬 CEO 本郷源太郎。なんだよこれ。ゼロからのメッセージだよ。一等船室の金庫の中に入ってたんだ。いい加減にしてまえ！そんなものはでっち上げに決まってるだろう！誰かが私を陥れようとしてるんだ！私をって、今そう言ったな。今の発言によって、あんたは自分がクレイドル製薬の CEO、本郷であると認めたことになる。間違いないな。ああ、そうとも認めよう。私は確かにクレイドル製薬の CEO 本郷源太郎だ。だからなんだと言うんだね。私は9年前に行われたノナリーゲームなんてものは全く知らない。その紙切れに書いてあることは全部デタラメだ。誰かが私を罠にはめるためにそんなものを。というか、そもそもだな。純平君、
君はさっきから私が単独犯であるかのように主張し続けているが、ここで今一度よくよく考えてもらいたい。一体どうすれば私がたった一人でニルスを殺せたりするのかな。ニルスじゃない、 SO だ。そんなものはどっちでも構わん。とにかく犯人はそいつを3の扉の奥へとぶち込んだんだろう。ああ、おそらくな。だったら私一人だけでは犯行は不可能だ。その SO とやらと私だけでは3の扉は開けないんだからな。いや、開けるんだな。開けちまうんだよ、これが。なんだと?一宮、実はな、お前が意識を失っている間に抜き取らせてもらったものがあるんだよ。ほら、この大病室で麻酔薬を注射して眠りに落ちたことがあっただろう。あの時のことだ。あの時、俺はお前の懐からこれを。まさか。かかったな、一宮。その右手の動きが何よりの証拠だ。当ててやろうか。コートの内ポケットに何が入ってるのか。9番のバングルだ。そうだろ、一宮、SO、9番のバングル。これら3社で認証を行えば3の扉を開くことができる。つまり SO の殺害は、一宮、あんた一人だけでも十分に可能ってことだよ。その懐に収められた9番のバングルさえあればな。シラを切るならそれでもいい。バングルなんて持っていない。強弁したければそうすればいいさ。だがそのコートだけは脱いでもらおう。それが嫌なら力ずくでも脱がせるまでだな。あ、セブン。おい、任せろ。ふふ、お見事だよ、純平君。確かに君の言った通り、私は今9番のバングルを持っている。入手したのは、抜き取られたレッドの基盤を全員で捜索していた時だ。あの時担当していた個室からこっそりと抜け出してね。で、 B デッキの一等船室へと私は向かったんだ。目的はもちろん9番のバングルを回収することにあった。このノナリーゲームにおいて9はオールマイティな存在。どんな数字に9を足しても最初の数字根は変わらない。つまり9はとても使い勝手のいい数字ということだ。その番号が割り振られたバングルを持っているだけで、このゲームをかなり有利に展開することができる。だから私はそれを手に入れるために一等船室へ向かったんだ。そして、私は9番のバングルの回収に成功した。さらにそこで思いがけぬ収穫があってね。そう、あの男が所持していたナイフ、あれを手に入れることができたんだよ。私はそれらを回収し、速やかに一等船室を後にした。そして階段を降りて担当の個室へ戻りかけた時、私はニルスの、いや、実際には別人らしいが、その男の後ろ姿を見つけた。どうやら大病室の方へと向かっているらしいと気づいた私は、その男の後を追った。ニルスの服を着たその男は、3の扉の前に佇んでいた。私は彼の元へ歩み寄り、その背中に向かって声をかけた。
ニルスとね。男は振り返った。ほうけたように開かれた口からはいかなる言葉もこぼれては来なかった。意識が朦朧としているらしい。まるで無遊病患者のようだった。何か睡眠薬のようなものでも飲んだのだろうか。その程度の疑問は浮かんだがすぐに消えてしまった。その男のことを完全にニルスだと思い込んでしまっていた私はこう考えた。こいつは9年前のノナリーゲームのプレイヤーだ。もちろん顔なんて覚えてはいないが、目が見えないという特徴を考えればそのことは自明だろう。だとするとこいつは私のことを恨んでいるに違いない。にもかかわらずどうしてこいつは今まで私に何も言ってこなかったのだろう。接触を試みるような素振りさえ見せていない。目が見えないから私のことに気づいていないのだろうか。あるいはこいつはゼロの仲間か何かで私のことをたばかろうとしているのだろうか。いずれにせよ私の過去を知っている人間がいるのは脅威だ。こいつが何か仕掛けてくる前に処分しておいた方が無難だろう。私はすぐに行動を開始することにした。9番のバングルをレッドにかざし、続けて自分も認証を済ませてから最後に男の腕を掴んで少々強引にスキャナーパネルへ。そして開け放たれた3の扉の奥へと男を蹴り込んだのだ。その9秒後扉は自動的に閉鎖。さらに81秒が経過し、その後私は何食わぬ顔をして担当の個室へと引き返した。そして午前1時の時報を耳にしてこの大病室に戻ってきたというわけだ。一宮、四つ葉を殺したのお前だな。その通り。どうして、なぜ殺した。あいつはニルスの妹だ。ニルスから何か聞いてるかもしれない、そう思ったんだよ。それにあのガキは一の扉に入ってしまった。ということはもしかしたらあれと接触してしまったかもしれない。あれ？あれってなんだ？あれはあれさ。なんなら一の扉に入って見てきたらどうかね。おそらくどこかに隠されているはずだ。俺と社だって一の扉には入ったぜ。ええ。だけど特に怪しいものなんてなかったな。だろうな。大階段の前で報告を聞いた時からそうだろうと思っていたよ。君たちはあれを見つけられなかったんだ、多分。だが四つ葉は違うかもしれん。さっきも言った通り、四つ葉はあれと接触した可能性があった。だから私は死に物狂いで彼女を探したんだ。やがてたどり着いた場所は一等船室。果たしてそこに彼女の姿はあった。私は彼女の元へ近づいていき、穏やかな声色で尋ねた。君はあれに会ったのかね。あれって何？とぼけるんじゃない。船長室で会ったんだろ。何のこと？わかった。いいだろう。ところで四つ葉、こんなところで何をしてる？
に。靴の先に血がついてるな。つい最近ついたもののように見えるな。9番の男の死体でも見に行ったのかね。なるほど。答えないということはどうやら四つだ。君を気づいてしまったようだね。あの男のバングルが亡くなっていることに。いや、逃がして。おとなしくしろ。これが四つ葉殺害の経緯だ。てめえ。へえ。とにかく私の負けだ。乾杯だよ。だが純平君、勘違いしないでくれたまえ。私は君に負けたわけではないぞ。私が敗北を喫した相手とはゼロだ。私はゼロに負けたのだ。今思えば、どうしてこんなわかりやすい罠にはまってしまったのかと。自分でも呆れるほどだよ。そう。これは罠だったんだ。私はまんまとゼロの術中にはまり、見事に踊らされてしまったんだ。シャワー室で殺された男。S.O. とやらが何者なのかはわからない。だが、とにかくあの男にはニルスの服が着せられていた。さらに抵抗を封じるためか、睡眠薬らしきものまで投与されていて。おまけにレッドには、抜き取られたはずの基板が突き刺さっていた。どう考えても、ゼロが全てを仕組んだとしか思えない。私にあの男を殺させるよう、ゼロがお膳立てを整えたんだ。つまり、ゼロには全てお見通しだったというわけさ。私がいずれ9番のバングルを回収するであろうことも、ニルスに対して殺意を抱くであろうことも、全部な。多分ゼロはこの中にいると思う。この名がゼロ。いや、さてと、これで私の告白は終わりだ。そろそろ移動しないかね、
何を寝ぼけたこと言ってんだ！てめえなんざ置き去りにしていくに決まってんだろうが！なぜ、私が四つ葉を殺したからか？バカバカしい。理解できんな。あんなクソガキ一匹殺したぐらいで、何をそうムキになる必要がある。ただの他人じゃないか。ほんの数時間前に会ったばかりの。そうだろ。この野郎！いきなりグーとは、はあ、いい度胸してるな。だが嫌いじゃないぜ、お前みたいな気の強い女は。だったら、もう一発お見舞いしてあげましょうか。いや、その前に、もしかしたら私の方からもう一発ぶち込ませてもらうことになるかもしれん。え？いいか、指先一つでも動かしてみろ。私は迷わず引き金を引く。もうすでに二人も、いや、三人も殺してるんだ。ためらうことなど何もない。三人ってどういうことですか？いいだろう。この際だから教えてやろう。実は9番の男を殺したのも私なんだよ。まあ、正確に言うと、爆死するように仕向けただけだな。最初に大階段の付近を探索していた時、あの男はこっそりと私のそばに近づいてきて、自らの名前を名乗ったんだ。その名前には聞き覚えがあった。私は奴のことを知っていたのだ。そのことに気づいた私は、奴の耳元に向かってこう囁いた。どうやらデッドの設定が変えられているらしい。一人で認証を行っても、バングルの起爆タイマーは停止できるようだ。後で落ち合おう。お前は先に、5の扉の向こうを調べておいてくれ。とね。そして。それじゃあ皆さん、お達者で！僕は一足お先に失礼させてもらうことにするよ！では。なんでだ！なんで止まらないんだ！話が違うじゃないか！開けてくれ！開けてくれ！頼む！助けてくれ！ここから立ってくれ！立ってくれ！ダメだ！もうダメだ！手が開かない！聞いてくれ！僕は騙されたんだ！あいつに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 ！あの男を始末した理由は四つある。まず、このノナリーゲームにおいて Q がオールマイティーな存在になることはさっきも言った通りだ。そんな都合のいい存在を生かしておいては、いずれ脅威にもなりかねない。そこで私は奴を序盤の段階で排除しておくことにしたのだ。そして同じくさっきも言った通り、私は9番のバングルを欲していた。それが手に入れば、このゲームを有利に展開することができるからだ。そのためには、奴に死んでもらわなければならなかった。これが二つ目の理由になる。さらに、番号云々を抜きにしても、おとちにとってあの男の存在は邪魔者以外の何者でもなかった。あの男は私の過去を。9年前の出来事を知っているからだ。そのことを他の者たちに告げられる前に、早めに始末しておく必要があった。
最後の動機はテストのためだ。このノナリーゲームが本気なのか単なる悪ふざけなのか、私はそれを確かめたいと思った。そこで奴がルール違反を犯すように仕向け、その結果を見ることにしたのだ。3番目の動機だけよくわからない。一体9年前に何があったって言うんだ。だから言っただろう、ノナリーゲームが行われたんだよ。私が企画して行わせたんだ。なぜ？目的は何だ？さあな、そこまで教えてやる義務はない。ねえ、何なのよこの銃は。一体いつの間にこんなものを。サンタ、教えてやってくれ。6の扉の先、あの貨物室の棺の中にあった銃だな。俺たちが目を離してる隙にこっそりと抜き取ったんだろう。その通り、迂闊だったな。置いていくなんて言い出さなければよかったもの。さて、時間がない。そろそろ私は失礼させてもらうことにするよ。どこに行くつもりですか？決まってるだろう、わからないのかい。私は9番のバングルを持っている。そして今社の体を手に入れた。確か礼拝堂みたいな場所に9の扉があったとかなんとかって言ってたな。そこに向かうつもりか？ああ、よく知ってるな。さっき四つ葉を捜索してる時に聞いたんだよ、サンタから。なるほどね。まあ、とにかくそういうわけだから君たちとはここでお別れだ。あった、さっき言ったこと忘れるなよ。少しでも動けば私は迷わず引き金を引く。いいな？このままじゃ逃げられるぞ。だが奴は本気だ。さあ八代、私に代わって扉を開けてもらおうか。それじゃあな。くそ。おい、どうしたんだ紫、しっかりしろ。あっ、すごい熱じゃないか。大丈夫か？大丈夫、私なら大丈夫ですか？それよりも八代さんを。いや、でも純平くん、私のことなら気にしないでください。ちょっと休めばきっと良くなると思います。ほら、さっきだってその前だってそうだったでしょ。だからお願い、八代さんを、彼女を助けてあげて。あの一宮のことだ。おそらく用済みになったら八代のことを。くそ、純平、セブン、先に行っててくれ。紫が回復したらすぐに後を追う。だからよし、わかった。行こう、セブン。一名の後を追うんだ。おう、了解だ。サンタ、紫のこと、頼んだぞ。ああ。よし、そっちへ行こう。
一兵とヤシロは見当たらないな。先に進んじまったのかかもな。レッドを確認するぞ。ゲージと入室中。つまり一宮とヤシロはこっちの扉から入ってったってことか。らしいな。どうするよ。どうするも何も。あっちのでかい方の旧の扉は確かに残ってる。だが二人じゃどうにもならねえしな。そうだ。第一俺たちの数字根は旧じゃないし。なんだ？何の音だ？あの辺りから聞こえてきてるな。棺？だな。開けてみよう。どうやって？力ずくで！無理だろ、どう考えても。試してみなきゃわからないだろ。成功の唯一の条件は99の失敗に対して恐れぬ勇気を持つことだ。どれの言葉だよ。忘れた。いいからとにかく試してみようぜ。そう。ほらな、やっぱりダメだろ。そう簡単に開くんだったら、こんなもんついてるわけがねえんだよ。ここに番号を入力しないと開かない。そういうことか。何か手がかりになるようなものはないのか。なあ、純平。お前、一等船室のバスルームの前で、妙な数字をつぶやいてたよな。あれって、四つ葉が持ってた暗号文を解いたもんだろ。真実は去り、とかなんとかっていう。ああ、そうだが、それが？もしかしたらその数字が、この装置の暗証番号になってるんじゃねえか。いや、セブン、それはありえないよ。あの数字は、クローゼットの中にあった金庫を解錠するためのものだったんだ。だが、あの金庫も、この棺も、用意したのは同じ人物。ゼロだろ。ああ、おそらくな。だったら、同じ暗証番号を設定してるかもしれねえじゃねえか。そんなバカな。念のため、試してみたらどうだ。無駄だよ。同じなわけない。なんで言い切れんだよ。やってみなきゃわかんねえだろうが。成功の唯一の条件は、99の失敗に対して恐れぬ勇気を持つことだ。誰の言葉だ？お前の言葉だよ。わかったよ。14383421。あ、マジかよ。ニールス！お前、どうして？ああ、その声は、純平くんとセブンだね。他のみんなは、ここにはいないのかい？うん、なるほど。大体理解したよ。他には特に大きなことはなかったんだよね。ああ、しかし
ニルスが閉じ込められた経緯を聞いても、未だに謎が残るな。ああ、特にゼロの正体とその意図が全く不明のままだ。なんだってゼロは、シャワー室の男にニルスの服を着せたりしたんだ。9年前に行われたというノナリーゲームと何か関係があるのか。なあニルス、何か知らないか。さあ、何のことだい。僕にはよくわからないな。なあ、いいから教えてくれよ。もういいだろ。そんなことを言われても、知らないものは知らないからね。まずいな。タイムリミットはもう間もなくだろう。早く一宮の後を追わないといけないってのに、一体どうすればいいんだ。今ここにいる三人では数字根は9にはならないね。ああ、5だな。つまりこの三人では先には進めないということになるが。の、そういや。なんだ。どうしたんだい。いや、実はあることを思い出してな。あることって？これだよ。ツルのバングル。なんだって？セブンは今ゼロのバングルを持ってるっていうのか？ああ、そんなもの一体どこで？四つ葉からもらったんだ。四つ葉から？ああ。どういう経緯で？四つ葉はこのバングルを A デッキにある1の扉の先、船長室の中で見つけたらしいんだ。で、かさばるから持っててくれってそう頼まれてな。嘘だ。今すぐ。そもそもあいつはこう言っていた。中はまだ見てねえ。現場保存は捜査の鉄則だからな。と言いつつ、実は一つだけ拝借させてもらったものもあったりするんだが。多分それはニルスに四つ葉のことを悟らせないためのもので。というわけで、ジュペイ、留守番の方、よろしく頼むぞ。え？なんてな、冗談だよ。だが、このゼロのバングルが、レッドに認識されるかどうかは、一応調べておきたい。ニルス、ちょっと手を貸してくれ。なんでだ、開かないぞ。三つ目のアスタリスクは灯ったから、ゼロのバングルが認識されてないってことはなさそうだが。ゼロじゃないのかもしれないよ。え？なんだって？そのバングルに割り振られてる数字はゼロじゃないのかもしれない。そう言ってるんだ。別の組み合わせで試してみたらどうかな。そうすればそのバングルの本当の数字がわかるかも。わかった。ニルス、俺、セブン、謎のバングルでやってみよう。この組み合わせで9の扉が開いたら、謎のバングルには4が割り振られていることになるな。開かないな。つまり謎のバングルは4番ではないということになるね。
とは。ニルス、俺、謎のバングルでやってみよう。この組み合わせで Q の扉が開いたら、謎のバングルには2が割り振られていることになる。開かないね。その謎のバングルは2番じゃないみたいだな。ってことは、俺、セブン、謎のバングルでやってみよう。この組み合わせで9の扉が開いたら、謎のバングルには6が割り振られていることになるわけだ。開いた。ああ、そのようだね。つまり、謎のバングルに割り振られた数字は6だったってことか。だけど、どうして6なんだ。バングルの文字盤には0と表示されているのに。まずいな、タイムリミットが来ちまったのか。とにかく扉が開くことは分かったんだ。行こう。行くって、ニルス、お前はどうするんだよ。そうだ、先に進めるのは俺と純平だけだぜ。安心しろ、いい考えがあるんだよ。最後の手段も使うんだ。最後の手段。それにしても驚いたな。まさかそんな手があったとは。なあニルス、どうして最初からその手を使わなかったんだ。だから言っただろ、最後の手段だって。初めからそんなことをしたら、真っ先に僕が疑われることになるじゃないか。こいつが犯人だ。こいつこそがゼロに違いない。そう言ってみんなで寄ってたかって僕のことを糾弾し始める。そうなるのは目に見えて分かってた。だから本当にどうにもならなくなった時にだけ、ギリギリの状況に追い詰められた時にだけ、外そうと思ってたんだよ、あのバングルを。お兄ちゃんの左腕は普通の人とは違うの。人工的に作られたものなんだ。その左手が義手でよかった、というのもなんだけど、ほっとしたよ。バングルさえなければ怖いものなんて何もないからな。ま、そうだね。この階段、どうやらボトムデッキへとつながっているらしいな。浸水はしていないみたいだ。あのドアを進むぞ。インシネレーター。ああ、それは多分焼却炉のことだ。扉の近くにレバーがついてないかな。ああ、確かについてるか。お前、なんでそんなこと知ってんだ。話してあげてもいい。だけど、半日は覚悟してくれ。
それを操作すれば扉は開くはずだ。分かった。どうしてだ？どうしてここにも Q の扉が？エマージェンシーアラート。エマージェンシーアラート。エマージェンシーインシネレーションコマンド。ハツビンコンフォームド。オートマティックインシネレーションをテイクアクション。9 minutes. Please evacuate the incinerator immediately. ああ、いいね。盛り上がってきたじゃないか。なかなかいい演出だと思うぞ、ゼロ。頭の悪そうなお前らのために翻訳してやろう。今のアナウンスはな。焼却システムの開始を告げるものだ。あと9分でこのドームは火の海になる。そう言ったんだ。ああ、お前は誰だ。わからないのか。ニルスだよ。ニルス？ああ、そうかそうか。生きてたんだったな、お前。そんなヘンテコな衣装を着てるもんだからわからなかったよ。よくぞご無事で。生きてて何よりだった。ところでお前らどうやってここに来たんだ。ニルス、純平、セブン、この3人では Q の扉は開けないはずだが、もしかして四つ葉のバングルを使ったのか。なんだと。ああ、どうやらその反応からすると違うようだね。待て、どうして突然四つ葉のバングルなんて話が出てくるんだ。まさかお前まだ教えてもらってないのか。何をだ。そうか、その様子だとやはり知らないようだな。本来であればもっとたっぷりともったいつけてじらしてやるところなんだが、会いに行くと時間がない。手っ取り早く教えてやろう。四つ葉はな。やめろ一宮、それ以上言うな。四つ葉はやめろと言ってるだろう。ニルス、聞いちゃダメだ。四つ葉がどうしたんだ。四つ葉はな、死んでしまったんだよ。そんなバカな嘘だろ。嘘に決まってる。嘘なもんか。私が殺したんだ、間違いない。なんだと。もう一度言ってやろうか。私が殺したんだ。本当ならもっと苦しませずに行かせてやりたかったんだがな。この銃を使って頭を撃ち抜いて。だがそんなことをしたら銃声が響き渡ってしまう。だからナイフを使ったんだよ。9番の男が持っていたあのナイフをな。ちょうど肩甲骨の下あたりだったか。うまい具合に肋骨の隙間をすり抜けてくれてね。ああ、そうそう。彼女の肉はとっても柔らかかったよ。何の抵抗もなくスッとナイフの刃がうずもれていった。あの感触、思い出しただけでもゾクゾクするね。できることならもう一度味わいたいぐらいだ。インシナレーションウェブスタート in 7 minutes。 殺してやる。ああ、なんだって？殺してやる。殺してやる。
ああ、殺してやるって言ったのか。どうぞ、やれるもんならやってみたまえ。よせ、ニルス！ダメだ、奴の挑発に乗るな。ほら、どうした？かかってこいよ。すぐに妹のところに行かせてやるぜ。ダメだ、ニルス！やめろ！ニルス！ニルス！ヤシロ！早くこっちに来い！Incineration will start in 5 minutes. その女を渡せ。そいつがいないと困るんだよ。私とその女と例の9番のバングルで認証を行わないと、この背後にある9の扉から脱出することができないんだ。だから、早くしてくれ。時間がないんだ。ああ、なるほど。やむをえんな。ならば君たちにはここで死んでもらうことにしよう。幸いなことに弾はまだ5発も残っている。純平君に一発、八代に一発。そこのバカでかい男に3発お見舞いして、私は八代の体を引きずりながらこの部屋を後にすることにしよう。インシナレーションがスタート。さあ、そろそろ時間だ。君たちと遊べて楽しかったよ。それじゃあな。してやる。な、バカな。殺してやる。来るな。それ以上近づいてみろ。今度こそ本当にお前を。聞こえないのか。来るなと言ってるだろうが。あ、くそ、この死に族のイベInscreation will start in 3 minutes. 今度こそ殺してやる。捕まえたぞ。貴様、化け物か。離せ、離すんだ、くそ。なんだと？インシナレーションがスタート。2 minutes。いやあ、くそ、くそ！話せ！話すんだ、このケタモノめ！ああ、わかった、わかった。あ、それじゃあこうしよう。私の会社の傘下にある病院。そこに優秀な医者がいる。この程度の傷ならおそらく簡単に治してもらえるはずだ。君は死なない、きっと助かる。だからな。哀れだな、この子に及んで。命乞いとは。ニルス、もういい。もう十分だ。ええ、そうよ、ニルス。もう分かったわ。
最高、ニルス、凍ってるんだ。一緒に行きましょう。みんなで脱出するの。悪いけど、それはできないよ。僕に構わず、君たちは早く脱出を。僕はこいつを道連れにして。うるさい、黙れ。僕は四つ葉を、妹を守れなかった。これはせめてもの罪滅ぼしさ。あの世であいつに許してもらうために。さあ、だから早く行け、行くんだ。インスナレーションウェブスタート。ダメだ、もう時間がない。行くぞ、ジュペ、ヤシロ。ジュンペイ君、何をやってる。早く行け。ニルス、ニルス。待て、よせ、バカな真似はやめろ。嫌だ、嫌だ、ニルスを助けるんだ。ニルスを、ニルスを離せ、離せ。 Inspiration will start in 10 seconds。 7 6。 くそ、仕方ねえ、悪く思うなよ。待て、純平。純平君、どこに行くの。待っててくれ、紫とサンタを連れてくる。連れてくるって、どうやって。いいから、お前らは黙ってそこで待ってればいいんだよ。わかったな。さっきここを通った時、脇道の奥に見えたエレベーター、あれを動かすことさえできれば、もしかしたら動いてくれよ。よし、紫、サンタ。くそ、どこ行っちまったんだあいつら。
アカネ、まさかそんなわけないよな。アカネ、アカネ、しっかりしろ。純平くん、アカネ、アカネ、一体何があったっていうんだ。どうしてお前こんなことに。純平くん、ごめんなさい。何言ってるんだ、絶対に死なせるもんか。必ず助けてやる。ありがとう純平くん、今まで本当にありがとう。私幸せでした。もう一度純平くんに会えて本当に本当に嬉しかった。バカ野郎、一度どころか二度でも三度でも何回だって会ってやるよ。だから頼む、しっかりしてくれ。あかる純平くん、知ってました。私純平くんのこと小学校金を連れてここから脱出するんだ。どうして。
Thank you.